MLB 最高の逸材。2009年、ドラフト1位でメジャー入りを果たし、30年に一人の逸材と評価されていた、スティーブン・ストラスバーグ投手。入団直後の幾度となる怪我を乗り越え、チームのエース格に成長。160キロのストレートと、多彩な変化球を武器に、19年にはチームの世界一に貢献し、ワールドシリーズ MVP を受賞したのです。誰もがこのまま順調な野球人生を送ると思っていましたが、23年、ストラスバーグ投手は、体も動かせない状態だと報道されました。MLB 屈指の右腕に何が起こったのでしょうか。今回は、ストラスバーグ投手の波乱万丈な野球人生に迫っていきます。ストラスバーグの野球人生。1988年、ストラスバーグ投手は、カリフォルニア州サンディエゴで生まれました。現在のスラッとした体型からは想像できませんが、高校時代は110キロを超える体重が原因で、ドラフト会議では指名されませんでした。ストラスバーグ投手は、当時を次のように振り返っています。悪い判定が出たり、ほんの些細なことで動揺してしまいました。あまりそのような状態を見せたくありませんでしたが、そうなってしまいました。高校時代の思春期から来るストレスとメンタルの問題で、自分をコントロールできなかったと言います。唯一奨学金を出してくれたサンディエゴ州立大学に進学すると、徹底したランニングにより減量に成功。入学時には146キロだったストレートも、最速161キロまで進化したのです。大学の監督を務めていたトニー・グウィン氏は、大学時代のストラスバーグ投手の完成度の高さを、こう評価しています。もうメジャーで投げる準備はできているし、今すぐ通用するだろう。2008年のユタ大学戦では、23奪三振を記録し、8月に開催された北京オリンピックでは、アマチュアからアメリカ代表として唯一選出。1勝1敗、防御率 1.67 の成績を残し、銅メダル獲得に貢献しました。アマチュアナンバーワン投手として、ストラスバーグ投手の名は世界に広まり、2009年には13勝1敗、防御率 1.32 の成績を残し、ナショナルズからドラフト1位で指名されたのです。初登板となった2010年6月8日のパイレーツ戦では、7回2失点でメジャー初勝利を挙げました。バッテリーを組んだロドリゲス選手は試合後、今まで多くのピッチャーの球を受けてきたけど、別格。この坊やは信じられない、と話し、驚きの表情を見せます。しかし8月21日のフィリーズ戦で右肘を痛め、トミー・ジョン手術を受けることに。リハビリ生活を乗り越え、11年9月に復帰。12年には開幕ローテーション入りを果たし、28試合に登板し、15勝6敗、防御率 3.16 を記録。サイ・ヤング賞候補まで上がりましたが、球団側は手術明けのストラスバーグ投手の状態を考慮し、160イニング以上投げさせない、との方針を決めていたのです。この方針により、9月7日のマーリンズ戦が最後の登板となってしまいました。ストラスバーグ投手は球団の方針について、正直なところあまり満足していない。次の試合も投げたかったけど、球団には世界的な医師もいるし、信じることにした、と複雑な思いを明かしました。悔しさを噛みしめながら、チームのエース格として成長していったストラスバーグ投手。14年から19年まで、6年連続で10勝以上をマークしたのです。特に19年は圧巻のピッチングを見せ、33試合に登板し、18勝6敗、防御率 3.32 を記録。チームの世界一に大きく貢献しました。私はただ、この瞬間を楽しんでいて、年齢を重ねるにつれて、この瞬間を大切にするでしょう。次にいつあるかわからないし、このグループにとって特別な成果だ。ワールドシリーズ制覇に喜びの声を上げたストラスバーグ投手。当時31歳の右腕にとってあと何回世界に挑戦できるのかわからないため、人一倍嬉しかったと言います。この年、投手史上最高額となる7年約267億円の契約を結び、MLB を代表する選手となったのです。ダルビッシュの予感。19年のワールドシリーズ制覇以降、4年間でわずか1勝と、本来の姿を見せることができなかったストラスバーグ投手。23年6月、ストラスバーグ投手は重度の神経障害のため、
体を動かしてのリハビリ、トレーニングを中断したとアメリカのワシントンポストが報じました。一体何が起こったのでしょうか。幾度となる怪我と戦いながらプレーしていたストラスバーグ投手。15年に背中の良性腫瘍の摘出手術、16年には右肘を痛め、2度の故障者リストに入っていました。怪我と戦いながら、通算113勝を積み上げたのです。20年には右手首の手術を受け、その後も右肩の炎症、首の痛み、手術後の後遺症などに苦しみ、懸命のリハビリを繰り返します。すでにストラスバーグ投手はボロボロの状態となっており、体を動かすことができなくなるまで状態が悪くなっていたのです。ダルビッシュ投手は、ストラスバーグ投手について、故障するリスクが高いと以前から指摘していました。11年に自身のツイッターで、体の力がすごい。ただ肩を痛めそうな投げ方かな、とストラスバーグ投手についてコメント。ダルビッシュ投手のこの発言には、どのような意図があったのでしょうか。11年にスポーツ番組で栗山英樹氏と対談した際、ダルビッシュ投手は次のようにコメントしています。普通の日本人のピッチャーでも、同じ投げ方をしている人はたくさんいると思うんですよ。ただストラスバーグの場合、体の力が違うんで、その分、腱とか関節に負担がすごくかかるんですよね。腕が伸びきった状態で、肘だけで全て投げてるような。見てるだけで、肘が痛くなってくる。体の使い方を間違えれば、どんなにすごいポテンシャルを持っていても、怪我をしてしまうことを指摘したダルビッシュ投手。ストラスバーグ投手のフォームの問題点を、さらに解説しました。力が伝わりやすい投げ方ではあるんです。遠くに手を離して、ブンと腕を振れば、誰だって速い球は投げられる。ただそうなると、球は速いけど見えやすくもなるし、故障にもつながるしって投げ方ですよね。ストラスバーグ投手は、ダルビッシュ投手のフォームの指摘について、僕は他のピッチャーがどうしているのか、そんなこと、気にしていないよ、とコメントしました。負担のかかるフォームでピッチングを続けたストラスバーグ投手。ダルビッシュ投手が指摘したように、体はボロボロになっていったのです。二人が連絡を取り合い、フォームについて議論していたら、最悪の事態は避けられたかもしれませんね。22年9月、ストラスバーグ投手は、自身の体の状態についてこう話しました。今後、継続的にメジャーのマウンドに立てるかはわからない。ただ、今は、まだ辞める準備はできていない。考えないようにしているというか、ポジティブにいること。毎日少しずつ良くなることに集中したい。もう二度と投げられないかもしれない。リハビリや体を動かすことも難しいと報道されている、ストラスバーグ投手について、引退か、それとも復帰させるのか、様々な見解が報道されています。MLB 担当コラムニスト、スコット・ミラー氏は、ナショナルズの人たちは、もしストラスバーグにまた会ったら、それは驚くだろうと言っている、とコメント。幾度となる怪我の影響により、体を動かせない状態となっているストラスバーグ投手の復帰は、年齢的にも厳しいと言及しました。地元のワシントンポストは、1ヶ月以上もリハビリを行えない状態が続いており、戦列復帰の見込みが立っていないため、今後どうなるかわからない。二度とメジャーで投げられないかもしれない、と報道しました。ワシントンポストは、ストラスバーグ投手が所属するナショナルズの監督、マルティネス氏のコメントも掲載。彼が投げたがっているのは知っている。復帰して投げようとしているんだ。ファンももう一度彼のピッチングを見たいだろう。マルティネス監督も、ストラスバーグ投手の復帰を願っています。しかしアメリカメディアの多くが、右手の痺れに耐えられないほどの後遺症が出ていると報じ、復帰は難しいとの見解を示しているのです。球団創設51年目で、ナショナルズを初のワールドシリーズ制覇に導いたストラスバーグ投手。引退の可能性もある右腕について、アメリカファンの間では、嘆きの声が上がっています。もう二度と投げられないかもしれないなんて。この男は史上最高になるはずだった。見てるだけで辛いよ。2019年のポストシーズンで、彼がどれほど活躍したかを、誰も忘れるべきではない。もう最悪だ。私は彼が万全の状態に戻るのを本当に見たかったです。彼が完全回復に向けて、順調に進んでいることを、本当に祈っています。これまでナショナルズ一筋で投げてきたストラスバーグ投手の姿は、
ファンに勇気と感動を与えてくれました。2022年6月に復帰登板した際、ストラスバーグ投手は、ここが始まり、積み上げていく。ここから教訓を得て、次の試合に備えてワクワクしている、と、前向きなコメントをしています。しかし20年以降は8試合に登板し、防御率 6.89 という成績に終わっています。超大型契約は26年まで残っているため、このままキャリアに終止符が打たれるのは、あまりにも寂しいと言わざるを得ません。とてつもない才能を秘めた投手だっただけに、本人が一番がっかりしているのではないでしょうか。時間がかかっても、ストラスバーグ投手の復帰を待っているファンがいます。